ドをぶっ飛ばすのは俺だからな。邪魔すんなよギザオ。え、ほら、人の話聞いてねえのかバカザル。カイドウを倒すのは俺だ。どこだカイドウ。このまま負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろ。まともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。あとはこいつらを倒すだけだ。やるぞ麦わら。無念。ついたのか。こうなったら先にあいつをぶっ飛ばそう。ビッグマムだと。カイドウを倒す邪魔をしやがったら承知しねえぞ。エレファントだぞ。止められるもんなら止めてみろ。出てこい麦わら。この島にいるのは分かってるんだ。逃がさねえぞ麦わら。
命取られる覚悟はできてんだろうな。うるせえ、お前こそ俺の邪魔するな。おい、フリックマン、俺の力思い知らせてやら。台無しにしやがって。お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえんだ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと俺はもう逃げねえ。最悪の世代、生意気なガキどもが俺に立てつくんだね。四皇がどうした。てめえらを倒す覚悟で俺は海に出たんだ。うねり潰してやる。話にならねえ。最悪の世代だと笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。貴様、カイドウ、お前バカ、こんな野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるって図に乗るな、麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い、世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。
連れてけなんて言わねえよ。自分でなることにしたんだ、海賊には。お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ、大金。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。